生代なんてね、本当に浅草のフランス代行ったらね、昔いっぱいあったんだから。昔は実ってたんでしょ、昔芸人さんがね。南俊明さんが打っちゃったって噂あるし、南俊明さんが、南俊介さんとかね、ゆり徹さんとかね、みんなね、昔は腐ってたね。いまだに言っても俺の経済的の半分は覚醒代だっつってたから、いまだに元気がいいっつって、元気がいいってシャキッとする、あれはやっとくべきだぞっつってた、言ってた、すごいんだ昔はね。うちの師匠なんか王子の方に覚醒代買いに行ったことあんだから、王子の方でいいのが出たっつって噂があるんだ、みんな、その噂がどっから入ってくるか分からんけど、情報が入ってくるわけだ。覚醒代ヒロポンやってると情報が勝手に入ってくるんだよ、人の声で天の声みたいに聞こえてくるんだよ、あっちにあるぞっていいのがあるぞ、王子にあるぞって聞いた瞬間にどこだか分からず、どこだか分からず王子に行っちゃったんだ、とりあえず買いに、でその匂いでここだって見つけたっつうんだよ、汚いアパート、ギッて開けて、すいませんヒロポンありますかって言ったら、はーいって声が聞こえて、あのここにあのゴム缶縛って、ゴムグラッと縛って、ゴムグラッと縛ってここに注射器下げた親父が出てきたんだ。いいよ、今ちょうど煮立てのあったかいのあるから食べるまで待ってろって、それ見た瞬間に俺はこれをやめようと思ってやってた。ここにゴム、ここにゴム缶はめて、ここから注射器垂らしてる、すごいだろ。それすごすぎますよ、それ。嘘がなくなっちゃったらいいんだよ、初めて。みんなこういうとこゴム缶入って血管で打ってたんだけど、だん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 薄くなって、最後は首の方来たんだ、首。首打ってたら記憶が遠くなってね、注射器打てないんだって。ね、こう注射器打てないから、ゴム缶有名だって、そう打とうとする気なんだけど、打とうとしてまた閉めると、どうしたのかなって思っちゃう。これの繰り返しになっちゃう。あ、ここだって。こめかみだって。ここだ。ここに血管が出るんだよ。それで打っちゃったらしいよ、昔は。はぁ、すごいですね。とんでもないやつ。昔の芸人さんそうですよね。みんな打ちながらね。三木松師匠なんか打ちながらね。それで、ここでやりながら、こう、左手だけ入れて打ってもらったって、ね。そう。岡春夫さんも歌いながら打ってたね。打ってたってね。なんだーって言ってなくなっちゃった。袖に手入れてね。どうなの俺、楽しいって急に元気になっちゃった。俺、てぇーっていうね。そんなこと言っちゃいけないけどね。昔はだって売ってたんだから、ヒロポン。そうでしょ、昔はちゃんと薬局で売ってたんだから、ね、それが戦後ダメになったんだから、昔はいいんだよ、あれ売ってたんだ、いいんだよ、戦後はダメになったんだよ。で、風呂行くとヒロポンをなくそうって、あの銭湯に帰ってやったんだから、いいかったんだよ、うちの近所のあんちゃんなんか、定例が来てカブトムシ売っちゃったって言ったらうまいんだあのこ夏休みに自分でこうやって撃とうと思ったら、定例が来て、そのまま行こうかって言ったら、どうしようかなって目の前にカブトムシ、子供の届いたカブトムシがあって、キュッと撃っちゃって、昆虫採集ですって言われて、そのカブトムシがカーって動いたってカーって、そのまま家を引き取って歩いていっちゃったすごいカブトムシ、そんな元気だったの、いやもうカーンカーンカーンって